どう、今日は一人慎太郎ズキッチン。今日師匠がいないんで伸び伸びやってる。伸び伸び怒られる。ああ、いいね、うまい。うなぎをお茶漬けで食おうなんていうことは多分殿様ぐらいだよね。全国のうなぎを愛する皆様、こんにちは。山田水産の山田慎太郎です。今日はですね、意外にやってなかったなという商品なんですけども、今日は山田水産の中で歴史的には結構もう昔からあるんですけども、なんとうなぎのかば焼きでもなくて白焼きでもなくて白醤油焼きというもののご紹介をしたいと思います。こちらにパッケージがこんな感じです。じゃん。渡辺君食べたことある？当然あります、ね、そもそもこれ多分僕の記憶が確かなら断言はしないんだけど、うなぎの白醤油焼きっていうものを世に出したのは山田水産だというふうに僕は思ってまして、開発したきっかけが、あの東京に行くとね、よくうなぎ屋さんでやっぱり一回うなぎ屋行ったら白焼きでわさび醤油で一杯やりたいね、日本酒でって言うわけよ、みんな。で俺も見よう見まねで食べたんだけど、白焼きもすごい美味しいんだけど、やっぱりちょっとなんかもうちょっとなんか味があったらいいなって、でもかば焼きほどはいらないなっていう時に、まあ自分でいろいろこう本で見たりしてるうちに、東海地方というか尾張名古屋に昔からなんか白だしとか白醤油とかいうものがあると。でなんかそもそも料理にこう煮物にさ色がつかないようになんか使うとか、そういう風に俺は自分は学んで、で小麦の大豆と醤油って確か1対1かな5対5かななんだけど、白醤油は1対9で小麦が多くて大豆が少なくて色がつかないようになってると。でそれを見つけてかけて卵焼きとかにかけてたのかな、俺卵ご飯とか、友達の家だな多分な、前原拓の家だったと思うよ。あ、そうなんですか。中二の頃よく行ってたから拓、はい、のお母さんの拓、はい、の家に確かあったんだよね、はい、明け野だった、はい、関係ねえよな。前原拓のお母さんの料理うまかった、まあ、そこで確かね白醤油出会ってるわ中学、うん、でまあまあ今回こうやって開発するようになって、その白醤油を使って奮闘金さんが持たれてたんで、それでタレができないかと。もちろん白醤油だけだと平坦な味なんで、それにみりんだとか、あでちょっとこう高菜爪もアレンジしてピリッとして、要はおつまみになるようなうなぎを作りたいということで作ってですね、で出来上がったのはこのこちらの写真にある白醤油です。ですごく焼き色もついて、まさにきつの色で、なんか意外と僕らもこうそんなに実は押してなかったというか、なんとなくこうサイド商品だったんですけど、でも今見直してみると、いややっぱりうまいねっていうのがあって、根強い商品なんですよ。なんでちょっとやっぱり時代も変わってきて、もう一回これを皆さんにご紹介したいなと思って今日は用意しました。じゃん、こちらです。どう、いい色じゃない、このなんつうの、飴色というかきつね色というか香りがね。でこれ、まあ、そのまま食べて柚子胡椒、河津職人さんのこの柚子胡椒だから、白醤油食べるときはこれやっぱり柚子胡椒ポイントですよね。でこの柚子胡椒とつまみもよし、焼酎も合うし、白ワインもある。おだけどこれやっぱね、お茶漬けだと思うんですよね。あなんかちょっとない、あお茶漬けに対、俺ら永谷園世代じゃん。そうです、今の子供は分かんないけど、やっぱ俺ら寮生活だったから、永谷園のあのこのストライプの、はい、あのパッケージのお茶漬けを持ってることのやっぱステータスだって寮で。あいつ生かしてんの。そうステータスだったんですか。やっぱ寮のご飯はやっぱなかなかパンチが効いてたんで、食べてご飯の友が欲しいわけよ。であれよくできてるじゃん、ちょっとおかきが入ってさ、顆粒のさ、はい、わさびもあってさ、あそうです、ちょっと鼻にもツンときて、はい、だからお茶漬け好きだったよね俺はね。あのお湯とかでもね合いますね。そうなのそうなのそうなの。そんなこと言うとまたあれですよ、ペヤングみたいにあのお届け物が届きます。そうなの、永谷園大好きなんでお待ちしてます。永谷園のお茶漬けっていくつになっても食べたいよね。なんか飲んだ後に
おでん屋行ってお茶漬け頼むと、そこのお店のお母さんが料理するわけでもなく、はい、冷や飯にあれをかけて、はい、お湯かけて500円ぐらい取られるというのは心地いいボラレが。で、お茶漬けはやっぱひつまぶしとかいろいろまあね、正式なものあるけど、うん、うちも白醤油茶漬けっていうなんか一つの食べ方を皆さんにね、ご紹介したいなと思って、今日は偶然にも用意されてますんで、まず、ロン油で塩粉食べてみます。いや、腹減った。柚子胡椒は確かに、果実感っていうのかな、うん、効いてるよね。もう匂いがやっぱ、いいよね。うん、どうなんこう盛り付けセンスがいまいちだけど。どう今日は一人、新太郎ズキッチン。今日は師匠がいないんで、伸びやってる。怒られる。怒られない。これをかけます、加藤だし。これね、この海苔がこうウェーブする動く感じが、ああいいね。かけてお茶漬けいただきます。でこのね、やっぱうなぎの出汁ってわけじゃないんだけど、こうなんとなく焼き込んだタレがお湯で返ってくるみたいな。うまい。うなぎをお茶漬けで食おうなんていうことは多分殿様ぐらいだよね。贅沢ですよね。確かに美味しい。見てこれ、うん、うまい。こうひつまぶしやタレがね、やっぱこう、出るじゃないですか。あれはあれで美味しいけど、これはこれで。俺でも一回そういえば何かの仕事で一緒になって、永谷の人にこれ送ったことある。山田水産とコラボしませんかって、このズーズーシーシリーズ第3弾ぐらいだけど、若い頃ねえ、いろいろやってるわ。うん、味はどうですか。やっぱあっさりしてる感じですか。お茶でもいい、もちろんお茶でもいいし、ひと手間加えて、うちのパッケージには加藤だし入ってるんで、加藤だしでお湯入れても上品だよね。ちょっと家とかで締めに出てきたらいいよ。わさびと違う柚子胡椒のこのなんかちょっとなんだろう、スパイシーっていうのかな。うん、美味しい。一気に言いましたね。うん、だから皮焼きってちょっとこう重いかなとかね、イメージがある。白醤油焼きはすごい綺麗に食べてるっていうか、用途も広いんで、これなんかまあこれから夏場はこうね、ささっと食欲ない時も、うん、でも本当になんかうなぎをお茶漬けで食べるっていう発想もなんかたまにはいいと思うんで、ぜひ皆さん、山田水産のパッケージリニューアルしまして、山田のうなぎ白醤油焼き、この香ばしい色、そして添付してるまた鰹だしがね、いい風味が出るんでね、忙しい時ご飯にパッとのせて、鰹だしかけてお湯かけて、そしてできれば柚子胡椒ともみのりとネギと、こうできればっていうのが多くて大変じゃないかと思うけど、ちょっと大変だけどやるとね、美味しくなるんで、ぜひね、白醤油焼き食べてもらいたいと思いますんで、よかったらお召し上がりください。それではグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。